はい、おはようございます。どうも、カズシロです。今なぜ声が違うかというと、朝起きたばかりなので、ということで今それどうでもいいんですけど、とりあえず今友達ん家にいるんですけど、すげえとこなんですよ、これタワーマンション、テレーマンションなんですけど、とりあえずもういいですか、乗せちゃって。じゃあせーので見せます。ジャン、すごくないこれ、すごくない、すごくないこれ、すごくないこれ、やばいよこれ。そう、ちなみにこれ横浜なんですけど、やばいっすよね。それ住んでる友達もすごいっすよね、これ。やばくないこれ。うわ、これ今多分動画だと伝わんないと思うんですけど、見てくださいよ。今下回りします。おー、カメラ落ちたんでしょ。これ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 、うわこれ、うわ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 、これ、うおー、これ今押された。おお、今ね、その友達今隣にいるんだけど、今押された。おい、見てこれ、見てよこれ、何この設計、やばいよねこれ。うーわー、これ見てくださいよ。お、待って待って、これあれあれ、あそこね、これほら、ワールドポーターズ、あホテルも見える、これなんかあのほら三角のホテルみたいなやつ、すごいでしょこれ。いや、すごいねこれね、やっぱね、絶景ですね。スカイツリー、スカイツリー、どれどれどれ、え、どこスカイツリー、右端、え、スカイツリー、どれだろうどれだろう、薄い、あの赤いの東京タワーじゃないよね。めっちゃドアップしてる。あ、これ東京タワーじゃない？え、こんな近いの？え、めっちゃ近く感じるんだけど。え、どこ？スカイツリー。右の方に霞が見えてる。どれだ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 。え、スカイツリー。わかんないぐらいわかんない。すごいこれ。すごいよねこれ。これね、多分ね、動画だと伝わんないけどね、伝わりますよこれ。動画だと伝わんないけど伝わりますよこれ。うーわ、すげえなこれ。また下映そう。カメラ落としましょう。カメラ落としたらこれ終了だよこれ。だってこれ、皆さんこれ、まあ伝わんないと思うんですけど、まあ伝わると思うんですけど、30回ぐらいです、30回ぐらい、すごい高さで、ほら船走ってる、船、ほら見て、人見えるかしらね、人見えるな、誰も乗ってないな、誰も乗ってなかった。これ真下ちょっと映してみる、落とさないでしょ、落とさない、本当に落とさないで、これ。おー、怖い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 横浜、こんなね、一望して見れるんだよ、これ。世の中も見えてる感じ。うん。いや、まあ、横浜だけどね。横浜だけど、世の中見てる感じ。まあ、横浜だけどね。横浜だけどね。うん。横浜だけどね。うん。じゃあ次のドアアップ。次、ドアアップして映す。いくよ。いくよ。すごいね、このカメラってすごいわ、ドアップにするとすごい見えるよこれ、すごい、これドアップにするとすごいよ、これこのさ、このさ、こういう建物とかさ、ここね、ここね、これ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 にしようか、これさ、近く見えるかな、誰か、人見えるクラスだよ、すごいよこれ、テンション上がるわ、テンション上がるわ、
太郎を見てすごいよこれ。どうこれ皆さん伝わるこれどう下はどうかドアップで、どこに飛ぶか。なんか人っぱいる、なんか人っぱいる。何してるの、何これ、なんかマーチバンド、マーチバンドこれ。なに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 、どこに飛ぶか。皆さん、遊園地飛びたいでしょ、これ。ドアップだってすごいね、よこれ。すごいよこれ。これまたドアップにして見えるわこれ。テンション上がる。ちょっと近すぎる。この状況でこの、もうこれ以上に行けないの。もうこれ以上に右ないから、ね、行けないの。マヨクラブ出た、マヨクラブ、これ見て、マヨクラブ、これマヨクラブってさ、あの温泉なんだけど、このカメラこれ覗きになっちゃうからね、大丈夫、これまあ見えないようになってるけど絶対に。はい、ということでね、横浜のね一望でした。今ね友達ん家でね撮らせていただいちゃってますよ。これ動画載せようかな、どうしようかな、いや絶対載せる。すごいね、今こんな感じっすね、こんな感じ。ねえ、スカイツリーどこにあるの。スカイツリーある、スカイツリー探そう。右、うん、右の赤い鉄塔見える、赤い鉄塔一番右のやつ、 あれ東京タワーでしょ。あの赤いの、あれ何、違うの、俺これ東京タワーだと思ってる。違う、あったちょっとさ、俺気づいたことがあった。見てこれさ、もしかしてさ、例のロープウェイ、すげえ、終わる前にちょっと待って、ロープウェイ、すごい、待って、これロープウェイじゃん。待って、どっから続いてるのこれ。もしもしもし、どっから続いてるの。あ、もうここから見るんだ。ここから、こういう風に続けるわけ。ゴールは、ゴール見える、ゴールは見えないんだ。どういうことお、あった、なるほどね。はいはい。ロープウェイ、こういうの、こういうの行ってね、こう行ってね、こう行ってね、で、こう行って、でそれでこうやって、戻ってきたやつからこうで、ここがゴール、ここゴールよ、ここの方やっていきましょう。やってみましょう。すごいね、人がいっぱいいるわよこれ、いっぱいいるわよこれ、すごいねこれ。うわ、こんな行くわけですよ。これ今最上階なんだけど、まあ、60階ぐらい。これ見てよこれ。さっきさこの角度あんじゃん、全然違うわ、ほらもうさ、ほぼなんかもう並んじゃってるよね、高さがね。うわ、下見てこれ。今ねこれガラス張りになってるからいいんだけどね。うーわ怖っ、これ足、これさすがに足すくむわ、ガラス目の前にあってもこれすくむわ。ほら見て、ロープウェイがこんなちっちゃい、すごいよこれ。やっぱ近くで見るとすごいな、これ見てこれ、横浜一望よ、横浜一望よ。すげえこれ、うーわちっちゃ、もう船とかちっちゃ、
ロープウェイもちっちゃ。すごいなこれ。見てだってこれ俺の足元、これ靴、これね正面がね、これこれねガラスになってる、これそう、ここは平気、ここは平気。すごいよねこれね。ちなみに最上階の見てこれ、これ外よ外、これこれ、これ最上階で、最上階にさソファーが置いたのよ。見てこれ、見てよこれ、最上階だよこれ。最上階にさソファーを置いてるよね。でこうやってさ 見るじゃん。でこれまた反対側の方に行くと、まあ、こういう感じで見れるのね。え、うわすごいよねほら、これワールドポーターズね。あの遊園地こんなちっちゃいんだよ。ちっちゃく見えんだけどね、でかいんだけどね。見てこれ、ほらこんな一望し見れる普通。またこういう風にね、ちょっとこっち側の方が歩いていくとね、これまたソファーあるんだけど、この奥またね、また違うね一望見れるんですよ。ここら辺までってやっぱワールドポーターズ目の前なんだね。うわすげえ、ドアップしてみようか。うーん、このカメラもなかなかだな、これよく近く見えるな。すげえ、ほら見てこれ、これまたね景色変わるのこれ。すごいねこれね、すごいよ、ほら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 、これあれだよ、ほら大桟橋の置いてある船、ほらドアップするね。ほとんどでかいよね、やっぱ船でかいね。ほんとドアップしてる、人見えちゃうんじゃないの、人見えちゃうんじゃないの、60階だね、約60階。すごいね、こんな風に見えるんだよこれ、すごいよね。ちなみにね今ちょっとまた移動するけどね、これねあっちにもあるみたい。ちょっと待って、こっちの方、これ1階出なきゃダメ、平気そのまま行ける。そう、こうね階段が続いててね、こっちで合ってる。すごいよねこういう道があるの、これすごいよね。左左ね、左、ほら階段、うわもうなんかやばいもん見えたよもうこれ。おお、階段貸し切れるの、見てこれ、うわー何これ、見て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 、ほら何これ、どんだけ贅沢なのこれ。でこうほらこの、それでこれ見えんだよこれ、これすごくないこれ、何これ、ちょっと待ってよこれ、見て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 、これちょっと反対側行ってみようよこれ。うわすごいよこれ、今これ歩いてんだけどね、これちょっと今この端っこ見てけどね、これほら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 、あらまあ、あれこれさ、あれ横浜スタジアムじゃないの、あれ横浜スタジアムじゃないこれ、ほらあれまあ横浜スタジアムだこれ、すんげー、なんかいる、なんかやってるよこれ、何、なんかイベントやってるよこれ、はあ、なんかやってる、なんかやってる、すごいねこれ、横浜スタジアムだよこれ、反対側までほら見えるこれ、へえすごいなこれ、いやーすごい、見てよこれ、こんなとこまで見えちゃいます、こんなとこまで見えちゃいますよ、すごいねこれね、いいのいっぱいある、すごいねこれ、いやすごいよこれ、景色はなかなか見れない。今ねこれね、あの例のさっきの座ってるとこ、あの座れるとこ、寝転がれるとこあるじゃん、今それで撮ってんですけど、これそこね、これこんな感じでさ見れるのよこれ、これさ空もこうやってやってるけど今伝わんないけど、全然伝わんないと思うけど、これほんとすごいよこれ、これ目の前で見えちゃって寝ながら、いいなこれ、いいなこれ、やっぱねこういうとこ風強い、すごい強い、ビューン来てる、ビューン来てる、おっカラさんここまで飛んできてる
カラスが流されちゃったよ、ほら。カラスどっか行っちゃった。はい、ということで、もしよかったらチャンネル登録、グッドマーク、そしてコメントお待ちしております。お、待って、嘘でしょ、嘘でしょ、マジ、どんだけ人慣れしてんのこいつ。ということで、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ありがとうございました。すげー。